私が一番信じられない言葉、それは行けたら行く。はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食経、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。こう聞きません？行けたら行くね、どっちだよあるじゃないですか、行けたら行く発言。そこね、私はこの言葉は言わないですね。だったら最初からお断りしてしまいますね。で、行きたいんだったら調整するじゃないですか。っていうのがね、Z 世代もこの言葉信用できないと思う一つに入ってるんですよ。何位に入ってるかっていうと、4位に行けたら行く入ってるんです ね。ミレニアル世代、 Z 世代、 Y 世代って言われてますけど、そんなに感覚ってやっぱり変わんないんじゃないかなっていうのを、こういうの見てると思うんです。これね、顔文字キーワードアプリしめじがユーザーアンケートしたそうなんですけれども、 Z 世代が選ぶ信用できない言葉、1位からいきますね。怒らないから正直に言いなさい、2位誰にも言わないから教えて、3位頭のいい人の全然勉強していない。あ、ほらほら、一緒なんですよ。やっぱり感覚ってそんな遠くないんですよねって、安心しません？で、4位に行けたら行くが入ってるっていう。あとね、10位ちょっと遠いんですけど、明日からダイエットもう年がら年中言ってるじゃないですか。40代だろうか、50代だろうか、30代だろうか、明日から頑張るとかねこういうの見るとちょっと安心します。はい、今週もよろしくお願いします。パーソナリティの小室ゆりです。それでは今週のコーナー紹介参りましょう。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。このコーナーは私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けするコーナーですが、今週はカムアウト、この言葉聞いたことありますか？カミングアウト、そしてカムアウト、ワンセットで覚えていただけたらいいんじゃないかなと思います。友達から性を打ち明けられた時、こんなニュースお届けします。そしてなんと小室ファミリーに新しい仲間ができました。毎月3週目にミニコーナーです。女風サプリ、ご担当いただくのは名古屋のセラピストゆずきさん。先月ね、ゲストで出ていただいて、そのままこのコーナーご担当いただく流れとなりました。今月からゆずきさん、よろしくお願いします。今月は、女風セラピストに求められるものというテーマでお話をしてくださるそうです。さらにこのコーナーも大人気ですよ。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週は10月の20日がリサイクルの日だそうで、テーマリサイクルでお願いをしました。愛をリサイクルするってどういう感覚なんでしょうね。復縁とかそういう感じ。楽しみにします。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、あなたのリサイクルにまつわるお話聞かせてください。メールアドレスは
info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、このコーナーは私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、あなたの声に共感するバイゼムからこんなニュース入ってまいりました。友達に性を伝えられたらカムアウト後の対応について今一度考える。カムアウト、そしてカミングアウト、これワンセットで覚えていただくといいなってオープニングでお話ししたと思うんですけれども、カミングアウトってよく聞く言葉だと思うんです。これはイングという現在進行形がついているので、自分の起こした行動、相手に自分の何か秘密事を伝える行為、これをカミングアウト。そしてカムアウト、これはそのカミングアウトされた側の受け取り側の行為のことをカムアウトと言います。まあ、こんな風に覚えていただければいいかなと思うんですけれどもね。で、記事の方に戻って、この記事の中では2022年の3月、本人の同意なく性的指向を第三者へ暴露するアウティングが原因での精神疾患がおそらく日本で初めて労災認定された。家族や友人間だけでなく会社同僚から受けることも考えられるカムアウト、自らがセクシュアルマイノリティであるということを告白すること、こう定義されてますね。このカムアウトをされた側に気をつけていただきたいアウティングについて考えていくという記事になってます。アウティングというのは本人の同意なくその人の性的指向を第三者に話してしまうこと、これはねハラスメントにも該当するんですよね。企業間ではよく起こっているそうなんですね。その人のために、特にね上司が部下 の、 その性的指向、例えば男性が男性のことを好きだとか女性が女性のことを好きだ、自分とは違う性のあり方を持っている方を部下に迎えた時に、その人がやりにくいだろうと思って、例えばチームリーダーだけにそれを話しておく、よかれと思って、でもそれは本人の同意なくの暴露になってしまうので、それがハラスメントに該当する、セクシュアルハラスメントに該当するであろうということなんですよね。この記事の中では20代のセクシュアルマイノリティの方が職場でですね性的指向を暴露されたアウティングを受けたと、これによって精神疾患を発症して、日本で初のアウティングによる労災認定を受けたということなんですって。上司は男性アウティングした理由を自分で言うのは恥ずかしいと思ったから言っておいた、一人ぐらいいいでしょうと説明したそうなんです。危険ですね、危険ですね、一人ぐらいいいでしょう、その考えって本当どこから来るんでしょうね。それあなたの意見ですよねと全く同じですよね。一人ぐらいじゃないです、一人でもダメなんです。これって性被害性加害の考え方とちょっと似てるなって今私思ったんですけど、一人ぐらいどうってことないじゃない、セクシュアルハラスメントを受けた女性に投げかけられた言葉、例えばちょっとぐらいお尻触られたって問題ないじゃない、減るもんじゃないし、
いや減りますよ。何が減るのか、自尊心です。はい、自分を自分で愛してあげる、そんな気持ちが他者によって簡単に削られていくんですよね。それとなんか似てるなって思いました。この上司の方も本当に良かれと思って言ったっていうのは、そこは私も理解はできるんですけれども、その良かれが本当に相手に確認を取ったのか、同意を取ったのか、ここも問題。もし一応じゃあリーダーだけには伝えておくけどどう？っていう確認があったとしたら、その時にこの労災認定を受けた方は、いやそれでも言わないでください、この言うっていう心理はあなたにだから言えるんですっていう裏側の気持ちが隠されていることを受け取る側は忘れちゃいけないんですよね。さてここからカムアウトされた側のお話に入っていきたいと思います。今言ったように、あなただからこの話は伝えるんですっていう気持ちが隠されていることを受け取る側は絶対に忘れちゃいけないんですよね。自分だから、自分はそれを認められた人間だから伝えられているわけであって、他の人は許されてないんですよ。ここは絶対に忘れちゃいけない。そしてカムアウトされた後の対応です。すごく勇気のいる発言だったはずなんですよ、カミングアウトしてきたってことは。なので今まで通り何も変わらず同じように接していくこと、話してくれてありがとうでもいいし、周りにセクシュアルマイノリティと話している人がいないから傷つけることを言ってしまいそうで心配ですと、正直にその時の気持ちを相手に伝えておくのも一つ大事かなって思います。お相手も正直に話してくれた、じゃあ受け手である自分も今感じたことを正直に話す。でも話してくれたという行為に対しては感謝と尊敬の意を示す、こういうやり取りが対話になっていくのかなって思うんですね。対話っていうのは相手の価値観を認めて受け入れて、そして自分の価値観をアップデートしていくことを指します。ただただ喋ることは対話じゃないんですよね。それ会話なんです。なのでね、今後お相手のセクシュアリティ、性のあり方をカムアウトされた方は、まず感謝の意を示して、それから自分の気持ちを話して、可能であれば今まで通り何も変わらないお付き合いを続けていくというのが現状でのベターだと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。
この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月3週目は叙風サプリ、今月から新しいコーナーが始まりました。ご担当いただくのは名古屋のセラピストゆずきさんです。ゆずきさんは先月ゲストに出てくださいましたね。今月から小室ファミリーの仲間入りです。それでは早速ですが、ゆずきさんよろしくお願いします。叙風サプリのコーナーを担当させていただきます。名古屋で叙風セラピストをしておりますゆずきです。今回のテーマはどんな人が叙風を利用するのかです。このラジオは男性のリスナーさんが多いと伺いましたので、今回は男性向けに発信していきたいと思います。まずは年齢層ですね。これはお店のコンセプトや在籍するキャストによって分かれるようなんですが、僕の在籍するお店では主に3から40代の女性が多いそうです。実際に統計を取ったわけではないので、お電話を取るスタッフさんの肌感だそうですが、スタッフさんからそうお伺いしました。そして利用される目的ですが、これは本当に様々です。純粋に性欲を満たしたい方はもちろん、夫婦の夜のコミュニケーションに不満を持っている方、男性恐怖症を克服したい方、不感症を克服したい方、行ったことがないという方が、行くというのを経験してみたいなどなど多種多様です。これは聞いたお話なんですが、まあお店のルール的に良いかどうかは置いておいて、独身の女性がお引越しをされるときに、そのお手伝いとして叙風セラピストを派遣して手伝ってもらったっていう方も、いるそうです。男性が風俗を利用する場合は性欲を満たしたいという方が大半だと思うんですが、女性は利用する目的も多様化していて、細かな要望にお答えできるようになっているんですね。その分叙風セラピストに求められるハードルは高いように感じます。最近拡大の傾向にある業界ですが、セラピストの入れ替わりも激しいと聞きます。そんな中で女性に安心感と癒しを提供することにこだわりを持って接していきたいなと思います。男性側が叙風の利用目的を知ることによって、もしかしたら夫婦間の問題も解決することもあるんじゃないかとかすかな希望を抱いておりますので、悩める男性の一助になれば幸いです。それでは今回はここまでです。ゆずきでした。この話って中にいる方じゃないとやっぱりわからないところですよね。来月以降もゆずきさんの現役セラピストさんだからこそ知っている話というのをお持ちいただけると思います。ゆずきさんありがとうございました。ゆずきさんへのお問い合わせはインターネット検索、名古屋ゆずき、名古屋優しい月でお願いいたします。 X でも情報発信しておられます。踊れ踊れ私の占いサプリ。占い講座が全国で大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占っていきます。愛のリサイクル編。それではセクシーに参ります。おひつじ座、いつも前向きで素敵なおうし座さん、だけどたまには過去の恋の思い出に浸ってみない？おうし座、牛は食べたものを何度でも反芻するのよ。こら、
夕べのプレイを反芻してニヤニヤしないで、エッチ。双子座、君とはもう終わりだよって言ってたじゃない。なのに今夜はもう私を求めるのね、エッチなんだから。ガニ座、髪を溶かしてお化粧をして一番素敵な服を着て、子供たちはお母さんに預けて出かけましょうよ、あの頃のように。獅子座、いわゆる Z 世代はリサイクル意識が高いのよ。今の恋愛は資源回収に積極的でないとモテないんだからね。乙女座、ペットボトルから新しい服ができるって知ってた？意識の高い人は恋も持続可能になるのよね。天秤座、連絡来ないからもう終わったって思ってたが、お誕生日に花束をくれるなんてロマンティストね。サソリ座、牛乳パックってそのまま捨ててしまいがちよね。リサイクルしたらトイレットペーパーになるのよ、知ってた？いて座、若者に今また何回り目かの古着ブームが来ているのよ。個性の演出とリサイクルができるって評判なの。ヤギ座、スキンシップが足らないからセックスレスになっちゃう。私たちの愛も触れ合って今夜リサイクルしましょうよ。水亀座、パソコンは多くの資源価値を高くリサイクルされやすいの。金、銀、銅がたくさん使われているなんて宝の山ね。魚座、リサイクルで持続可能な社会が求められているわ。私はあなたのあれの持続可能な時間の方が気になっちゃうから試してみたい。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。2024年の運気気になる方はぜひ今のうちに聞いておいてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週4週目ですので、この先生のご登場、妊活サプリご担当は子宝鍼灸師一毛真也先生です。子作りだけではなく男女のコミュニケーションの真髄に触れる、そんな話をいつもしてくださってますね。こちら楽しみにしておいてください。そして10月の22日、あ、次のオンエアはもう終わってますね。埼玉にお住まいのそこのあなた、小室ゆりと埼玉県でお会いしませんか。埼玉みその倫理法人会にて講話させていただきます。埼玉みその倫理法人会、10月の22日日曜日朝6時半スタートです。ちょっと早いんですけれどもね、日曜日の朝はすっきり、そしてさっぱりと小室ゆりとお会いしましょう。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キス FM 神戸、
BNI 神戸東プレゼンツエキスパートボイス。朝7時から10分間、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなお話を伺っております。ラジオだけでなく、この番組のブログも小室入れが担当しております。こちらもぜひご覧ください。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子、七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系、名古屋のセラピスト、ゆずき、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後は、うまくで、やなわらバーナー、演芸集団、合ってる？FEC オフィス所属の笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて、FM ギノワンの人気番組を目指します。FEC チューンド、水曜日の担当は、比嘉亮太さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。最大の名誉は決して倒れないことではない、倒れるたびに起き上がることである。中国の哲学者孔子の名言です。その通りだなって思います。何度でも何度でも倒れるたびに起き上がること。恋愛で例えたら、振られても振られても告白し続ける、それで振り向いてくれる人もいますからね。続けるって大事です。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。掴みたくて、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、私からあなたへありがとう。この想い恩返し。走り続けてた。気がつけば引き返せないところまで。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなたへ。